仮面ライダーセイバーを使って裏修羅に行ってみよう。で、俺の使ってるこの編成なんだけどさ、これあのゲームウィズの丸パクリしたんだよ。てか丸パクリできたのがすごくない？一番すごいのがこれ、セイバーにセイバーをアシストするっていう。いやすごいよな本当。いやごめんな本当、俺引き強すぎてさ、これ組めちゃったんだよ。でもしょうがないよな。で、一応進化した後の重コンボ強化を発動するために炭治郎、てか炭治郎を持っていけば大体強いよね。さてまず初手はもうほんとヘイスト祭りになるから、あ、4ターン遅延食らってるセイバー、やばい。初手4ターン遅延食らった。お、ごめん、俺の変身プラン癖だ。まあ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 、ルシファンとかだから問題ないとして、まず初手はこれ耐久するわけよ。一旦耐久して、でここから変身のあれを発動させていく。まずはポロネを使います。使って、で、あれ使えねえ、もうダメだ。まあ一応頑張って変身して、あのセイバーいないけど正直まだなんとかなると思う。これで無効貫通を組めるよね。組める前に確認をするべきだと思うんだけどね。これで無効貫通組んだら、待って、吸収は水吸収か。水吸収じゃ、水消さん方がいいか。そうだよな、水消さない方向性で、水来たらどう考えても吸収されて終わるから、まあそれはそうなんだけど、12コンボで13で突破できんじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー、あぶねー、セイバーいなくてもいけるもんだね意外と。さあ試練はちょっとカットするね。オッケー、なんとかいったよ。とりあえず子連れ教室は超えたから、でセイバーが溜まってないんだよね。そう、溜まってないんだよこれ。あー、よかったよかった、そっちでよかった。とりあえず一旦なんとか耐久しても問題ないから、これはどうしようか、適当消していいか。雑にも程があるか。耐久できて安心できた瞬間あれだよね、危ねえ。でセイバーで変身して、あとはよし、無効貫火力見たいっしょみんな。最悪そこでブラウザバックでもいいんじゃねえか。いや、俺は嫌だけど。それでとりあえずこれで、コンボドロップはまあ気にしなくていいや。で、500万の固定もあるしね。まあ、この男女500万の固定生きるかって言われたら別に大して生きない気もするけど。500万。最近ね、無効貫通の情報修正も入って、1000万のあるじゃん。あの、追い打ちが、もう、なおさら価値が増したんじゃないかって思うね。これはしばらくカットかな。ちょ、なんかシーン来たら呼ぶわ。呼ぶ。火を4個繋げて固定500万ってことはさ、こいつの相手に全力パズルしなくていいってことでしょ。くらえ。これだけで終わらせるってなんかちょっと怖いよね。めっちゃ怖いけど、ギュンっていくじゃない、ギュンって。ギュンっていった。真ん中だけかい。ちょっとここまでセイバーのスキル使ってみるか。これで三色陣でぴったり10個でしょ。配置がすごいいい。なんかちょっと崩すのもったいないような。だからランダムとかでこういうの配置来たらね、ちょっとテンションはあるけど、そういうテンション上がった時絶対ミスるんだよな。間違いないんだよな。ここに置いて、この陣が理想かな。これで、まあ、泥強分はないけど、無効貫通で、どんくらい減るよ。あの硬いカッパでさえ一撃ってのは結構エグいよね。地味にありがたいよね、カッパ一撃ってね。このニックキソティスたちももう怖くないわけだな。初見でさ、あの、一ターンしかない、あの、吸収無効を使ってさ、あの、トトが生き残っちゃって、ソティス復活させた時の、もう、お前死ね、ざけんじゃねえか。ほんとすごいよね。無効貫通だからもう関係ないけど、てかもうトトいねえじゃん。じゃあもう死ぬしかないな。死ねえ。あ、使い忘れてた。今ここで倒すんだ。やばい、手滑った、死ぬ死ぬ、ちょっとごめん、ありがとうセイバー、本当に今うっかりでミスって、俺絶対死んだと思ったんだよ今。ありがとうセイバー、そのためのダメージ半減だったんだなお前、絶対違う。さあこのニックキデビューたちも早々にワンパンしてしまいましょう。悪魔キラーは
炭治郎が素で持ってんだったな。ほんと何炭治郎カマタンゲームズ入ってるわ。ほんと強そうなんだよそいつ。これでまあいけるでしょう。素で持ってん確か。おっ硬っ。ちょっとあまりに快適すぎて言うことないんだけどさ、もう19回まで来ちゃったんだよね実は。どうしよう。てかそりゃそうっちゃそうだったのかもしんない。炭治郎と炭治郎が強いからさ、いやー、まあ半減に救われたのはあるけど、やっぱそれは負けねえよってうすうす思ったもん。もう、まあ、どんだけ快適かを見せるっていう動画では結構いい代表例になるかもしれないけど、ちょっと快適すぎる。さすがになんだろう、裏修羅ってさ結構まだ俺の中でハードル高いイメージがあったんだけど、全然いけるね。マジで時代の流れがねほんと怖い。いや時代すげえわって思った正直。こんな、だって裏しなってさ、結構、もうやばかったじゃん。難易度とかも。ふざけんなってくらい難しくてさ、こんなんもういつクリアできんだよって思ってたけどさ、いつよ実装あれ。半年経ったっけ？経ってないかぐらいでさ、もうここまで勝てるんですよ。いや、マジで、怖いよ。インフレ。一瞬待って怖いけど、ちょっとまだ俺、優越が勝ってる。もう俺、炭治郎持ってない人間だったから、もうこの、炭治郎のエグさを感じると同時に、このセイバーのね、最終モンスターを使ってね、ウハウハになってる状態で。やっぱ楽しいよね。最新モンスター使ってしっかり組んでるとき、やっぱ楽しいよ。ましてこの無効貫通のループ型使ったことなかったからさ。そのモンスター、水属性のやつ来たけど大丈夫かこれ。これ、シバのスキル、打ちたかったな。やばいかこれ。あ、半減あるか。でも半減で耐えれる？こいつ火力10倍になったときに耐えれるかっていう問題あるよね。爆滅の3がどうしようか。一旦使っちゃうか。あなた、足んねえわ。あ、そっか、ガードブレイクか。意味あんのか、それ。ちょっとこいつはカットしなくていいかな。難敵になるかもしんない、こいつ。多分ここで、絶対全然削れないよ。水属性だし、こいつちょっと最悪のブレイクかもしんないから。これで、とりあえず一発投げてみようか。こんなもん。勝って、マジで。炎波は、ギリ溜まる。ギリ溜まるな。炎波はギリ溜まるな。だったら今まともに殴れないんだから、多分抵抗してもしょうがないとあるんだよな。あれ、あ、忘れた。俺なんか毒ドロップ残してるともうやばいんじゃないかみたいな。毒残してるだけでもう発狂してくるやつとかいるからさ、もうそういうやつの恐怖症だよね本当に。これで、あ、ごめん、提言貼り忘れたけど、まあセイバーがいるから平気。もうすでに初使用時からもうねセイバーに対するね安心感をね俺感じてるわけだわ。これでまあいいか、セイバー一旦使って、どうしよう、殴ってみるかい。一旦殴ってみる。どうしよう、火を持ってきて、こうだね。はい、まあ、こんなもんでいいっしょ。さあ、素の向こう金どのも削れるか。あ、やばい、これやばいな。で、次火力10倍でしょ。あ、ベストよかった、一旦間に合うね。これで、やつはまだ殴ってこないはずだ。一応経験は張るけど、ここで攻撃力が10倍になって、それ以外やってこないはず、確か。自説の巡り合わせ、7個目か9種、構わんよ。よし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 、いけるな。一応エンハ使って、1、2、3、4、5、OK。4番エンハス、発動。そして、炭治郎。平成逆だったから。まあ、倒せれば OK ということで。あとは、無効貫組んで、もう超絶火力をこいつにぶっ放すしかない。いきますよ、史上最強の超絶ぶっ放す。噛んだ。噛んだからもういいや。これで、まあ、コンボも余裕だし。どうだよ。あ、半減貼っときゃよかったかな。まあ、倒せるでしょ。いっけ、勝て、死ぬ、うわー、半径張っても耐えれねえって、お前何も。さて、なんだかんだって戻ってきたわけだが、別にね、なんか苦労するっていう感じはなかったね。やっぱ快適なんだよね、やってることが。もうこのスキルループがね、強すぎて、全然苦労しなかったな。って言いながらあそこで死んだんだけどさ。俺は大丈夫だよね。ちょっと怖いよね。こうだね。おお、すごい丁寧で綺麗なパズル。これで、余裕くんだよ。でもあそこ誰が来て教えとかあんまないんだよな。なんか、全員やばいイメージあるからさ。あ、ごめん、まだだった。失礼。さあ、これで誰が来るかだが、もうわからん。任せよう。シャンメイ、ルーレット地獄か。ルーレット地獄は、これは運ゲーだよな。まずは初手は、まずしょうがないから、軽減だけ貼って、あとは、2箇所で、まとまってると神だな。
挙手にまとまってんの、くんだが一番神だが、どうだ？あ、いいね。いいね。これ、いけるんちゃいます？これ、大きの、大きではないけど、まあ、A 波使って、炭治郎使っちゃうか。炭治郎使って、これまた使う手順逆だったら、まあ、気にせずいこう。あ、指4倍。指48秒の暴力で、まあ、ヒドロップが簡単に読めるわけだ。ここからどうしようか。下に木を組んで、で、あー、木組めてないね。まあ、焦ることはない。で、はい。水もここに組んで、で、回復ここに置いて、うん、そうやね。あとは、闇でも深い。はい。じゃあ、これでいいか。これで、殴ってみよう。どうすか。で、これ、いけてくんないと困るんですけど、あ、火落ち込んのった。ありがてえ。おぉ、全然キラ入ってないのに、いけるもんだね。目のは来たよ。これ、調整怖いね。どう考えても二属性でさ、三突してる、この、なんていうの、マシンキラーの、セイバーがどう考えてもいっちゃうんだよ、軽く。そして、エンハンス。まあ、いないよな。どうする？いや、焦る必要はないから、まず殴る必要はないんだ。どうせ死ぬほど削りすぎちゃうから、まずは様子見ね。一旦様子見で、まあ、ワンタンジローぐらいはいいか。ワンタンジロー使う、いや、タンジロー使うか、これ。どうしよう、いいや。炭治郎なしで、これ殴ってみていいですか。10個の強化の火力出せると理想なんだけど、どうですか。出せそうだね。あ、ごめん。1個も。ナイス。これでどうですか、無駄も削る。あ、やばい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 。やばい、削れすぎてしまう、これは。よかった、普通に殴んなくて。これで変に見残したかったらさ、もうやだよ、俺。もう、あんなとこもう一度戻りたくないからさ、それは勘弁なんで、勘弁なんだけど、まず回復して、一応、貴族戦の時に殴った方がいいかな。念には念をして、ドラゴニックブースターを、どうにかしていきたいね。落ち込んなしと。ここで、落ち込んないから、まあ、安心して殴って大丈夫じゃないか。削り以外もわかんないけど、これで、もう死んだら知らん。もう、メドアはそんなとこからね、殴れた記憶がないんで、ね、ちょっと怖いから、抑えさせて、あえて投げてもらった。10本も強化。起動して。削れる。これ無効感したら、奴は死ぬね。死ぬね、どう考えても。でもじゃあ無効感しちゃってもいいよね。別に、食べるスキルないしな。無効感、自分無効感いいっすかこれ。あー、ちょっと悩ませて。これどうしようか。わかった。投資にセーバー使って。そうだな。じゃあ、爆滅マスさんが。ヒドル強化入れるわ。そして、ガドブレも入る。ガドブレは入るけど、こいつもともと防御力なかったから、まあ、ここはそんな意味ないかな。さて、よし。よし、とりあえずはいけるでしょ。落ち込むは、あるね。落ち込む。乗った。ゴー！イエス！さあ、何ミノアが来るか。お、来たぜ！最強が。戦うにはちょうどいいんじゃないですか。火属性メノア。来やがった。こいつは通常の軽減ではダメだけど、あれがいますから。こちらにはセイバーがいますから。50倍以上半減。頼れる！なんで火属性吸収邪魔だからちょっと10ターン耐久しますね。カット。カモン。来いよ。お前の攻撃全部受け止めてやる。さあ、ここから反撃開始していこうじゃないか。どうしようか。とりあえず、ドラゴニックブースター使うのもったいないかな。いや、マジで悪いし、ちょっと一発、いや、普通に殴ろう。普通に殴ります。いきます。回復もあるもんな。2セット分。ちょっとさすがに緊張するね。さすがに。意外と耐久した時も耐えれんのかなとかちょっとね、まあ、正直不安ではあったから、まあ、大丈夫だと思うけど、とりあえずこれで回復2セットと、キー2セットで、殴らせていただく。自分の強化を通して。相手貴族生でこれか。うわ、怖え。いや、分かってても割合は怖いんだよ。そして本命の火力。無効貫通。さあ、行くぞ。これで、おめえにありったけをぶつけてやる。そして、貴族生組んで、こうだね。完璧。さあ、殴るぞ。殴らせてもらうぞ。せえ。どうだ。これで50杯いかないのか。やばいな。てか、耐久面やばいか。普通に。まあ、回復量があるからいいけど、とりあえずこれで、まあ、耐久として、まあ、普通に、まあ、こんなんでいいか。変な分割だけど、まあ、ありったけの回復と、
ヒドロ4つ消しで全回復。よし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 、これでも火力が出るね。さあ来たぞ。1億以上吸収、ワンパンしてやるよてめえのこと。許さねえかな、てめえ。許さねえかなとは言ったけど、別によりこいつにそんなに恨みはなかったわ、よく考えたら。4倍ハース、4倍の指、1、2、そして、ちょっと、数させて、1、2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13か。これは、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そうだね、どれ使ってもあんま変わらんけど、これは、炭治郎使ったらダメだ。危ない。炭治郎使ったら、炎波が上書きされる。バニアフローラーだ。これ使って、で、ドロキョウは大丈夫だよね。ドロキョウは平気なはず。オッケー、行くぞ行くぞ、準備は整った。もうパズルしたくてしょうがないから、もう行くぞって言い終わる、もうその寸前に前にもうパズルをし始めちゃうっていうね。まあでもそんなやることはないんだ。これで待ってくれ。理想のパズルはどれだ。これだ。よし来た、完璧よ。さあ半分の目処を爽快火力カンストやっちゃってください、炭治郎さん。セイバーも、多分デズコも3人カンストするんじゃね。いった勝った。炭治郎が強かったらセイバー炭治郎も強い、そりゃそうだよねっていうところを見せたと思う。じゃあバイバイ。